A million people in the crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love. I don't really care about happy ever after. Something about you gives me hope. Something about you, yeah. おはようございます。おはよう。今日も天気がバッチリですね。そうなんです。これ快晴です。快晴ですね。そう、そして風ない。風ない、無風。最高。矢板の球場に来てて、はい、少年野球の野球教室、もう部活が引退した、小学6年生が全部栃木県の方々が集まってると。で、なんとプロ野球選手が。プロ野球選手。そうなんです。教えに来てくれる。うん、見ればわかるから、見てよ、もう地域の皆さん見てよと。そう、見てよ見てください。始めるよ。まあ、ちょっと聞いてみようかなと。聞きましょうか、うん、はい、じゃあ行きましょうか、はい、やってくれ、やって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 、おーっしゃ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 、元気いっぱい、こんにちは、ヤギバラ、黒磯連合です。黒磯連合さんだ。セミゲーしよ、ゲーみおい、ちょっとみんな明るいです。いいね。すげえ。ケンポクレンゴ、こんにちは。はい、ケンポクレンゴ、こんにちは。ケンポクレンゴってどこの小学校とどこの小学校が集まってるの？関谷と高橋連合、西山、じゃあそれはチーム関谷と高橋。おお、こんにちは。こんにちは。これは何連合ですか？ナスキタ連合です。ナスキタ連合ですか？おはようございます。ナスキタ連合はどこの小学校が集まってるんですか？佐久山小。佐久山小学校。近その小。近その小学校。石神。はい。で、一チームだ。あ、OK。テイク2ね。はい、テイク2、大丈夫？はい。近その小。カモン、バックボン。石神スカイラークのバッテリー。エースピッチャーで。野球選手。大田原選抜さん、おはようございます。おはようございます。君じゃあどこの小学校で、の人たちが集まってますか？佐野小学校、大田原小学校、ゆずかみ小学校、金丸小学校、川西小学校、黒羽小学校。どう？ピンポン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 。こんにちは。こんにちは。あの下野市から来てんだって。で、小学校のあクラチームの名前なんだっけ？岡山クラブ。岡山クラブ。それだけなんだよね。はい。今日も頑張ってね。はい、頑張って。はい、じゃあ、さっきすごい元気な子、ね、元気。すごかった。元気なの。すごかった。おはようございます。おはようすごいけど、みんなすごい元気だった。あれ、リングをね、挨拶って大事だよね。挨拶大事だからね。すごい。今日は楽しんでくださいね。NBS 選抜の皆さんです。はい、みんな。こんにちは、NBS 選抜。あれ、隣の方。隣の女性の方。あの隣の、うるさい、お前黙れ。グラビアモデル。グラビアモデルさん。お兄ちゃんがやってたって多いね、やっぱりね。どうですか、野球実際やってみて。楽しい。ご視聴ありがとうございました。少しの皆さん、よろしくお願いします。
ね、天候も良くて良すぎますよ、ね、何月これ9月ぐらい本当にパーカーがなんか時期外れみたいな、コートも時期外れだ、時期外れですもう、はい。まあでも僕自身はね、うん、あの小学校の時ソフトボールからなので、あ、そうなんですか。よくまあランニングとか球拾いも含めて基礎をやってましたね、うん、特に子供の頃下半身がすごく大事なんですよ、うん、やっぱそういったランニングからね、うん、その鍛えられるものなので、うん、あのボールを拾う行為だけでも、うん、あの下半身強化にもつながりますし、いやいややってたものが気づいたら自分に対してプラスになってたなというのは感じますね、うん、ね、すごくね、野球が好きな子のその情熱も伝わってきますしね、情熱持って、その向上心持ってね、自分の好きなことだけじゃなくて、苦手なこともね、どんどん克服できるような練習を重ねて、いけば、自分たちの夢にね、つながると思いますので、精一杯頑張ってください。ただ、野球だけじゃないんでね、しっかり勉強もして、先を考えれるようにね、なってほしいなと思います。ぜひ頑張ってください。愛称がキャップと申します。キャップなんです。帽子のキャップじゃなくてキャップなんです。野球チームで野球を始めたのって小学校5年生からだったんですけど、うんうん、まあ、それまでもそうですけど、とにかくもうボール遊び好きだったんですよ、うん、野球のボールを持って、うん、はいはい、自分で自宅でね、屋根の上にボール投げて取ったりとか、はいはい、壁に当ててゴロ取ったりとか、うん、まあなんかそういうことをしてるうちに、なんか勝手に身についたって感じですね。もっともっと上手くなりたいっていう、そういう気持ちをやっぱり持ってやってました。まあ、これ個人差あるので、みんながみんな同じじゃないと思うんですけど、自分で選んだ道をね、こうサポートしたりして、興味を持たせるようなことを言ってほしいですよね。まあ僕はね、この小学生の時の夢っていうのと、もうプロ野球選手になりたいっていう夢を持ってたんですけど、できるだけ長く野球を好きで愛して続けてもらいたいなって。ただね、この中から未来のプロ野球選手が生まれるかもしれませんし、少しでも長く楽しく野球をやっていってほしいなと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。でもプロ野球選手、子供の目を輝かせることができるんだなと、うん、で子供たちもやっぱりそれに真剣に聞いてたしね。でこうやってスポーツの輪が広まっていければすごいいいのかなって、いい出会いがあった、新しいね、僕にも助手ができたんで、楽しく毎日のびのびやれてます。女の子なんですけど、そっか、はい、2人バッテリー、そうです、そうです、なんかお兄ちゃんがやってたからとかって言ってたんで、はい、私もお兄ちゃんいてお兄ちゃんこれ引きがすごいですね、やっぱキャットのね。新しい急展開が起きました。起きました。起きた。何ですか。あのね、俺に助手ができました。あ、いや、ごめんなさい、このタイミング彼女じゃなくて助手ができた。助手できた。サチです。サチで。よろしくお願いします。お願いします。え、どういう風の急展開、なんか話してたら、うん、まあ、イベント好きっていうこともあって手伝ってくれるっていうんで急遽大丈夫助手になっていただきました。大丈夫です。地域振興メディアの仲間入りつぶ。よろしくお願いします。ありがとうございます。やった。助手できた。やった。助手の助手で。助手の助手。助手の助手です。あ、やった。はい、じゃあ隣。あ、相性は何がしますか。こっちはサッチ。ユキ。できた。サッチユキ。俺キャップ。俺キャップ。キャップの助手。キャップの助手2人。2人決定でーす。お願いします。スポーツ担当。大丈夫です。大丈夫ですって。